いきましょう。よろしくお願いします。You are listening to Ricky's Podcast Courage. It is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。グモニーポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast、Spotify、Stand FM などキーステーションにマルチ配信でお送りしております。今日も元気に LA からお届けしていきましょう。よろしくお願いいたします。今日のトピックはこちらです。ナルシストのポッドキャスターは話し方が上手くなる理由。ということでですね、今日もですね、なんかニッチな内容についてお届けしていきたいなと思います。まあ、この番組はですね、もうニッチを極める番組としてですね、生まれ変わっていきたいなと思っております。もう王道はいかないというところでですね、いやー、皆さんポッドキャストしてますか？音声配信してますか？なんとかしてますか？もう頑張っていきましょうよね。傷つけるしかないですよね。でですね、このね、話し方が上手くなる人の特徴っていうのがですね、一つだけありまして、ナルシストであるというところなんですよ。なんでナルシストなのかなってね、思ったんですけども、ナルシストの方って、まあ私も含めて何回も自分の声を聞いたりとか、自分のね、録音したものを見たりとか、なんか見てるんですよ、自分のね。でも最初のポッドキャスト始めた頃ってさ、なんかあれじゃないですか、この自分が撮った内容をもう一度聞くとか、もう一度何かこうね、ヘッドホンつけて聞くとかってすごく嫌じゃないですか。ズーム会議とかで、例えばレコーディングしてもらいました、でこういう話してました、してましたみたいなね、レコーディングを再生すると、ああ、自分の声ってこんなんだから嫌だよな、みたいな感じでね、思ったりするんですけれども、それを、ポッドキャストとか音声配信でやっちゃうと、ちょっとね、伸びないっていうかね、ちょっとこう、振り返りのチャンスを逃してしまうっていうところになってしまいます。ですので、ナルシストになったつもりで、あ、俺の声、私の声っていいなって、こう思えるくらいにですね、こう、なんか何回も何回も自分の声を聞いていくっていうことは非常に大切ですね。で、これなぜ大切なのかというと、まあ、聞けば聞くほど自分の悪い癖が見つかるっていうところがありますね。あとは、やっぱりこう、聞けば聞くほど意外と気づけてない、こう、ノイズなんかにも気づいていくことができちゃうっていうメリットもあります。で、具体的にはですね、自分の口癖がまずは分かりますね。例えば、はいが多いとか、これね、すごい初期の頃にあるんですけど、はい、ではみたいな、なんかね、はいで勢いをつけたくて、はいってね、やっちゃう人って非常に多いんですよ。まあ、実はちょっと別の番組でもですね、この前レコーディングさせていただいて、MC 新しい方に入っていただいたんですけども、その方がですね、もう、はいみたいな、はい、どこでも、はいってね、連発している方がいらっしゃいました。はい。だから、やっぱりこう、口癖って、やっぱり聞けばあるなってね、思いますね。あとは、あの件はみたいな、っていうのが多かったりとか、あとは、まあ、結論までがくどかったりとか、なんか、結論までくどかったりとか、まあ、メインのテーマまでくどかったりとかね、オープニングのトークが長すぎたりとか、っていうこともありますね。あとは、割とこう、知識層の方に多いんですけども、知識が多い方かなに多いんですけども、結論までが長いとかね、コンテクストが伝わりづらいとか、難しい言葉で難しい言葉を、内容を語ってるとかね、まあ、そういうことがね、多かったりしますね。で、こういうのってやっぱりこう、ナルシストになって、何回も何回も自分の声を聞かない、自分がレコーディングしたものを聞かないと、わからないんですよ。もう本当にね。本当にわからないんですよ。で、リッキーの場合はですね、どういうところに気づいたのかと言いますと、いや、結構ね、とかね、結構がね、多かったですね。結構っていうね、
これ本当にとかね、結構とかかなりとかっていう意味ですけど、結構の登場回数が、まあ今でも多いかもしれないですけど、1回のオンエアあたり多分5回10回ぐらいは出てたんじゃないかなっていう感じがありました。ですのでですね、このナルシストになってもう一度自分のオンエア、もう一度収録したものを再生し直してみると、ああここあれだよねみたいなところをですね、気づくことがありますので、ぜひやってみてください。で、中にはまあそんな聞く時間なんかね結構ないんですよみたいな、一発撮りで一発再生でもう再生したらすぐ終わりみたいな感じのっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあね、例えば帰りの電車で倍速で聞いたりとか、まあ、そういうところでもね全然違いがありますから、ぜひやってみていただきたいなと感じております。まあ、あとですね、まあ聞く時間がないっていう場合はですね、まあ家族とか友達に聞いてもらって、積極的にフィードバックをもらえるようにお願いしておくっていうやり方もありますね。まあ、今日ちょっとポッドキャスト配信したんだけど聞く時間がないので、ちょっとこうちょっとなんか変なところあないか聞いといてもらえないみたいな感じでですね、回していくっていうこともできますし、チームでポッドキャストやっていればそのチームメンバーの方に編集が終わったんで聞いてくれないみたいな感じで聞いてもらうっていうこともありますね。で、その聞いていく中に例えばさまざまなデバイスで聞き返すっていうのもありですね。まあ、これは理由がありまして、いろんなデバイスで聞いていくことで、まあ、そのデバイスで流した時のなんか例えば低音がなんか大きすぎるとか、なんか高音がちょっとキンキンうるさいとかね、そういうこともですね、いろんなデバイスで聞いていくとわかるんですよね。カーオーディオで聞いたりとか、iPhone 標準のイヤホンで聞いたりとか、またね、音楽聞く用のヘッドホンで聞いたりとか、いろんな、まあ、デバイス環境でですね、聞くとですね、また、自分の声ってちょっとこう、こういうところでうるさいなとか、あ、こういうところで流すとちょっとこう、低音が聞きすぎるなとかね、そういうこともわかりますので、ぜひ、まあ、ナルシストになりつつ、いろんな場所で聞いてみるっていうことがですね、非常に大切になってまいりますので、ぜひ頑張ってやっていきましょう。本当に、もうこればっかりは回数こなすしかないんですよ。なんかね、どうやったらうまく話せますかとか言われそうなんですけれども、まあ、これはね、本当にね、なんつうかな、こう、回数と経験値を上げるぐらいですかね。そうするとですね、マイクの前でなんかね話すときにこう台本がなくても話せるようになったりとか、なんかズームのね打ち合わせの司会とかも全然こなせるようになったりとか、結構アドリブで話が進められるようになったりとか、そんな風になってきますので、ぜひですねポッドキャストのねこの話す力で、ね、ぜひぜひいろんなところにですね、イノベーションを起こしていただきたいなと思っております。今日はナルシストのポッドキャスターは話し方が上手くなる理由というテーマでお届けさせていただきました。ぜひ一回は自分のオンエア、自分が編集したもの、自分がアップしたもの、一回は必ず聞いていただきたいと思います。1再生が自分の1再生になっちゃっていいんですよ。全然それでいいんですよ。聞かない人が本当に多いので、自分のオンエア本当に癖があるっていうのをですね、自分が一番自覚した方がいいと思います。そしてですね、やっぱりね、自覚できるためのもう一つの近道としては、やっぱり自分で編集するってですね、自分でノイズカットするとか、自分で編集する、自分で BGM 入れるとかね、そういう作業すると本当に分かりますよ。波形見ながら編集してやっていくとですね、あ、ここでなんかこう変なノイズ入れてるとか、なんかこうクチュクチュ口がうるさいとか、そういうことも本当に自分で分かるようになりますので、ぜひ自分で編集するっていうのもね、こう一つのやり方としてチェックしてみてください。ちょっと熱くなっちゃいましたけど、改めて今日はナルシストのポッドキャスターは話し方が上手くなる理由についてお届けさせていただきました。今日もここまでお聞きいただき Thank you! ありがとうございました。今日の合わせて聞きたいは、マイクの前で話すときに考えていることポイント3つというテーマをご紹介させていただきます。マイクの前になると真っ白になって、なんか何話せばいいか分かんなくなっちゃうとか、話してたのに途中で止まっちゃって、なんかあれやばい、何言えばいいのか分かんないとかね、いやそういうのめちゃめちゃ最初の時あるんですけども、マイクの前ではねこういうことを考えれば大丈夫ですよってことですね、3つのポイントで絞って話しておりますので、ぜひこちらの過去のエアモも聞いてみてください。ちょっとね10分ぐらい話す中ね、口が私ゴモゴモするんですよね。なんかね10分ぐらい話してくると水が欲しくなったりとか、唾が溜まってきたりとか、もうクチュ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 リップノイズが
入っちゃうんですが、今日もなんとか頑張ってここまでお届けすることができました。頑張りましょう。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッター毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報も発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないようにするには無料サービス登録壁に、あなたの朝時間にポッドキャスト情報を必ず一つアップデートできますよ。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ちなみに YouTube も最近ずっと重ねていまして、なんか知らない間にですね、チャンネル登録者数が128人ぐらいになっちゃってました。気づいたらそんな感じになっていて、ありがとうございますって感じですけども、YouTube でも聞けるようにしておりますので、よろしくお願いします。最近はですね、サブスタックでもメルマガで登録したらですね、聞けるようになっております。サブスタックの登録もよろしくお願いします。 Thank you very much for joining Wiki's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。ではでは、バイバイ。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky.なんとか今日も撮れました。ちょっと2日ぐらい時間が空いちゃいましたけど、まあいっか、仕方ないね、時間の問題ですね。そう、なんかね、最近 Amazon で偽物じゃないですけど、発送量がめちゃめちゃ高い機材が出てますので、皆さんお気をつけください。いってらっしゃい。